皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー実況、早速楽しく遊んでいきたいと思います。それではレッツゴー。 OK、 はい、今日の一発目はこちらのコース、エクストリームボーザー、ダイアンさんかこのコース遊んでいきたいと思います。難しいの中から選んでおります。キノコやったね。カロンか、デカカロン。おいわ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 い、これは一旦上から逃げ。よかった隠しブロックなくて、透明さんとかあったらダメージ食らっちゃってるところだったわ。ここはどうしようか。カロン踏んでいっても下に捕まっていってもどっちでもいいか。そんなに難易度は変わらないですね。スピンジャンプで上飛び越えたら土管にお邪魔します。くるりんくるりんくるくるりんと、左かな、それとも右。これ右にも行けちゃいそうな気がしませんか。気のせい。1、2の、ちょっと無理か。しょうがない。じゃあとりあえずこっちに行こうかな。笑われたよ。え、届かないよね。あ、孔明さん、あんのかよ。え、ここなんかヒントあった？ヒントなきゃわかんないでしょ。それはずるくない？ちょっと、許さんぞ、ドッドッキ。あ、すげえ、羽のついたボム兵は画面の中動けるんだ。それは知らなかった。これは勉強になったわ。ありがとうございます。どっかから戻ってくるやり直しようかな。多分ここ上行くのが正解なんだと思うから行ってみるけども、ほい、くる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 、よいしょ。これで乗っていけばいい感じ。どこまで、こっちまで。壁キック、しまったしまった。ゴリゴリできるうちに突っ切るぞ。 OK、ここまで中間ポイントないのが一番の問題点なんだけども、ここ孔明さんとかない？昨日孔明さんステージやったからね、久しぶりにこういうところで緊張してドキドキしちゃう。くるくるくる、持って7光はいいんだけども、よし、これガード用に1個もらっておこう。よっしゃ、うーわい、この OK。上にあった鍵をこれで回収していきましょうか。この後はプリスイッチ踏んで、スターランかな。よいしょ、これでいいかな、これでいい。お、左下入れたけど、これ罠とかじゃないの。ちょっと待って、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 これプリスイッチの効いてる時間内にどこかまで行けっていうことなんじゃないの。そうでしょう。大丈夫、よかった。おい、この7光は強えわ。うい、ちょっと待って、キノコ取ってきたいな。ダメージここで一発目食らっちゃったのはちょっと想定外。あー、最初からだ。ここ一旦ダメージ食らっちゃったら退却するのも戦術としてありですね。意外とこのハンマー投げてくる7光は強いんで、無理しないでいきましょう。無理してるとさっきみたいに逃げられてしまう可能性が高い、意外と高い。これで OK、 完璧。ワンツーサンガリア、よいしょ。上には何にもないね、一応確認。さて、この先はB スイッチ、これ本当に入っていいのかな。なんか超速さくないですか。てかこのクリボーさんは何よ。こっちには入れないよ、上からも入れない。ちょっと先に右を偵察してくる。いろいろ仕掛けがありそうな気がしたんだけど大丈夫か。お邪魔しまーす。ここからの、おい、これでゴールだよね。ゴールだと言ってくれー。もう仕掛けはいらないよ、このままゴールさせてくれるのが。てか当たるんかい。嘘でしょ嘘でしょ、嘘嘘嘘嘘。ちょっと待った、早くジャンプして、ジャンプ、はーい、 OK。 あー、ビビった。よりによって青リフトに乗ってる時にダメージ食らってチビマリオになっちゃってたから、すっごいドキドキしたわ。マリオナンバーワン、ハッハー。あー、これクリア率結構高かったような気がするけど、どっかに裏道とかあったのかな。いや、これちょっとクリア率の割には結構難しかった。エクストリームボーザー、ありがとうございました。
お次はこちら、裏百物語第3話、難しい。デイジー姫を救え、フレイムさんという方のコースですね。ベストクリアタイム約3分、クリア率も 3%、なかなか長くて難しそうなコースやっていきましょう。百人物語、いやいや、百人マリオ、いつも助けるのピーチですからね。たまには別のお姫様も助けてあげないと確かに文句言われちゃいそうな気がする。トゥ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 トこれはあれかな、ゲームボーイであったマリオのコースのオマージュ、そんな感じ。よいしょ、あー砲弾に当たれ。できればやばい、これは自分で壊すのに。よいしょよいしょ、はい、タタ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 タいいのかな。よし、行っちゃえば、まあいいや。ここに中間があったのね。オッケー、続いてやっていくよ。トゥ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 。H ってなんだ ？H ってヘリポート？ヘルプかな。そうだよね。サムネ用にヘルプとかもしかしたら書いてあるのかもしれない。タタ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 。あ、今度のテレサじゃなくて、ジュゲームは羽がついてる。ちょっと強くなった。いや、だいぶ強い。え、強くない？戻ってこなくていいよ、お前ら。あい、あい、あい、あい。戻ってくんな。俺がやっつけてやる。おい。くるくるくる。あーお。あ、危ねえ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 。ほい、あー。こっちは倒したい。せめて倒したい。オッケー。なに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 ？その、ちょっと待って。お前ら強すぎだろ。お前らはずるい。お前らはない。お前らはずるい。無理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 。よし、一匹目は倒した、一匹目は倒した。あと二匹目。こいつー、よし、ノーダメージできた。ノーダメージできたけど、この先クッパとかいるんじゃないのとか思うから、できるだけいっぱい壊してもあんまり意味はねえか。クッパジュニア、クッパか、これはどっちだ。倒すのか。まあそりゃそうだな。炎で倒すか普通に倒すか、これダメージ与えてるかな。あ、やべ、ダメージ与えてるのかどうか分かんないな。よいしょ、危ない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 。あー、鍵取った。あー怖い、ハラハラドキドキするわ。さっさと逃げよう。中間ポイントくださいよ。あるよね、あったー。よし、もう一匹も。よし、鍵二つ。ツタか。ツタだらけ。まあいいか。どんどん進んでいくれ。今のがボスじゃないの？あ、よいしょ。なんか今、怪しい動きしてた。でもこのクッパさんは楽、どこが楽勝やねえ。誰だ、楽勝とか言った人は。俺か。当たんないし、敵の攻撃も避けにくいし、どこに来るのかが全然予想つかない。これは溜め打ちするか普通に打っていった方が早いか、皆さんだったらどうする。そしてこれは早送りするべきか早送りしないべきか、皆さんならどうする。さあみんなで考えよう。50万円、いや今さら分かる人はいないね、こんなのね。よし、まあいいか。じゃあ普通にとにかく倒すよ。黙って倒すよ。男は黙ってクッパを倒す。オッケー、おめでとう。デイジー助けてあげました。まったくお前、ジャジャ馬のためにとんだ苦労しちまったぜ。さて誰のアミーボをもらえるのかなって、そこまであるわけはないか。あー面白かったわ。裏百マリー物語第3話、デイジー姫を救え、フレームさん、ありがとうございました。
今日のラストはこちらのコースですね。打ち上げ花火の主題歌でしょう。キープ右。ちょうどね、私昨日見てきました。早速遊んでいきましょう。演奏系コースかな。打ち上げ花火じゃないからね。お疲れ様でした。あなたは打ち上げ花火は横から見ますか、下から見ますか、それとも、まあ僕はね、誰か好きな人と一緒に花火見られればどこからでもいいんですけどね。打ち上げ花火演奏コースありがとうございました。いいね。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカー実況でお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは次回はあなたのコースに、キルキルキル。バイバイ。